ぽよ。ホールインワン。いや違う、次に進みたくば私を倒すことだな。最弱最弱だ。次々と広がるウィッチーズの世界ですが、みゆきさんが気になるウィッチいらっしゃいますかと。この中から選べばいいの？そう、この出たばかりの毎度毎度、そう毎度毎度告知してまいりました。このよっこいしょ、いいですね。ザ・ワールド・ウィッチーズ、そしてオフィシャルビジュアルコンプリートファイル、わーすごいね、手元に来てるよ。本当に本当にね、キャラクターランキングで1位にしているんですよ、ペリーヌ、うん、彼のキャラクターランキング。そう、見た目だけで選ぶっていうランキングがあったんだけどじゃあ中身関係ねえんだなそんなことないよ、そんなことない。島田文兼先生のお力のみでいいってことだな。いやいや、そんな、もうちょっとあるよ、もうちょっと。でもただこの1位にしたのは、綺麗な金髪ロングヘアと理髪そうなメガネがとても可愛らしい、なるほど、お嬢様ジェンとしたペリーヌさんに朝起こしてもらいたいっていう、なるほど、理由のもとですけど、多分きっといっぱいあるよ、ジャズと唐揚げさんは好きなところで見つかった？ほんとね、私、うん、おっぱい派よりもお尻派なのね。女の子はお尻が綺麗だといいなって思うの、うん、でこの子すごくお尻越しだから、あーいいね、ジュゼッピーナチューインニ、へーちゃん、ちょっと焼けた肌にお尻いい、真っ白いズボン、うん、わかるかも、健康的で可愛い。あ、これも全然中身関係ない石間田三上先生のお力のみのランキングですへえ。あとはもうちょっとちゃんとみんなを知っていける機会に恵まれるといいなと思っています。うん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 、うん、でもやっぱりこの白いズボン可愛いな、うん、いっぱいあるね、いっぱいいるね、すごいな、すごいな。ところで花粉ですね花粉やばいね、今日やばいんだってねズビ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 するね、大変だ大変だ。さあ続いていきます。火曜日また会おうぽむするんぺ